こんばんは。今日紹介するのはペットクールの赤ビーンエッセンスですね。虫除けですね。まあ定番商品なんですけども、やっぱりあの暖かくなって虫が増えてきたこれからはやっぱりこれ必要なので改めて紹介します。で、まあ特徴としては大豆 の、 あの成分で作ってるけど安全、犬が舐めてもですね安全なのと、10時間持つんですね。これ要は朝散歩して、散歩する前にシュシュッと振り返ったら夕方の散歩まで持っちゃうと。でこれはね、あの消費期限、使用期限もすごい長いです。で昨日入ってきた商品で、消費期限が2020年の7月31日、要は来シーズンも使えます。で一回これを買っていただいたら、まあこの詰め替えを買っていただく感じですね。お得用のこれたくさん入ってるのでっていう感じです。でシルクコラーゲンも入ってるので、いわゆるそのお肌にもあのしっとりいい効果があるし、まあ、あのいわゆるブラッシングスプレー的な使い方でも大丈夫です。で匂いがしないんですね。よく乳系のものだと結構ツンとした匂いが苦手な方もいらっしゃると思うんです。これは無臭なので、そういう分にはいいですね。です。で、気比率に関してはダニが 97%、 のみが 70% ですね。フロントラインつけていればいいんじゃないの的なところもありますけども、基本的に、まあ、例えばフロントラインポンと落として散歩に出ると、あの飲みダニはもちろんあの防げますけども、基本的にフロントラインはあの来る虫が来るのをバリアするわけじゃないので、来た時にあの噛まれた時にあの体の中をこう巡っているその成分があの虫を退治するっていうあの薬なので、飲ませたからといって体に付着しないわけじゃないんですよね。例えばあの飲みがこう体にこうね、犬の体にこう歩いてて家に到着して、フロントラインの成分ね、あの気づいてというか、まあ、あのそれが原因でパッと逃げ出したら家の中があの飲みがあの駆け回るわけであって、プラスその駆除薬プラスこういったあの寄せ付けないあの効果のある効き効果のあるスプレーっていうのはあった方がいいと思うんですね。でまあまあ、散歩出る前にこれテスターがあるんで、あのお店でぜひ帰りにね、ソーリングの帰りとかお買い物帰りにつけてもらいたいんですけども、シュッシュッと馴染ませますよね。まあ、背中にはつけると思うんですけども、やっぱりなんだかんだでいきなりポーンと背中に飛び乗るわけじゃないんで、蚊とかはね、背中とかもちろんあの注意した方がいいですけども、足回りとかこうお腹にもシュッシュッとかけてあげて馴染ませて散歩に行ってあげる。で、まあ、飼い主さんなんかはあの一緒にお散歩行くときに、例えば半袖でこの辺りね肌が出てたらこうポポポッとかけて馴染ませれば、やっぱり蚊にも噛まれにくいので、で全然このベトベトしないんで、これサラサラしてるので使いやすいので、一緒にこの人間もつけて散歩に出るといいと思うんですね。で、このスプレーが2263円で、詰め替えボトルが4620円です。今あの店頭に置いてあります。多分この時期あったかくなってくるとちょっと品切れになっちゃうかもしれないですけども、まあなったらすぐ入れますので、ぜひお買い求めください。では。